アルリンド・アイエティは、スイス・バーゼル出身のプロサッカー選手。アルバニア代表。ポジションは、ディフェンダー。弟は、サッカー選手のアルビアン・アイエティ。地元クラブの FC ・コンコルディア・バーゼルでキャリアをスタート。2004年、FC ・バーゼルの下部組織に移籍。2011年1月2日、バーゼルと2年半のプロ契約を締結。8月21日開催の FC ・トゥーン戦で、 リーグデビュー。2013年10月5日開催の FC ローザンヌスポルト戦で初ゴール。バーゼルとの契約満了から6ヶ月後の2015年11月24日、セリエ A に昇格したフロジノーネ・カルチョにシーズンいっぱいの契約で加入。背番号は生まれ年から93に決定。2016年1月6日開催の US。 早速ロカル挑戦で加入後初出場。初ゴールを挙げた一方で、オーンゴールも健常した。2016年7月7日、トリの FC にフリーで加入。契約は3年で2年の延長オプション付き。2018年9月13日、グラスホッパークラブチューリヒに移籍した。2020年2月18日、ベイレビー系に移籍した。U-17 世代から、 U-21 世代までは、スイス代表として出場していた。2014年10月、アルバニア代表への変更を決意。11月14日開催の親善試合、フランス代表戦でデビュー。2015年3月5日、アルバニア市民権を取得。これによりアルバニア代表として、国際 A マッチ公式戦への出場が可能になった。 2016年5月28日開催の新善試合、カタール代表戦で初ゴール。31日 UEFA ユーロ2016に出場するメンバー23人の一人に選ばれたユーロ本戦ではグループステージ第2戦のフランス代表戦と第3戦のルーマニア代表戦に出場。ルーマニア戦でワンオブザマッチに選ばれるもチームはグループステージ敗退に終わった。 ありがとうございます。